to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it.今回のビーチエンジェルは柳ゆりなちゃん。グラビアはもちろんタレントや女優としても大活躍。 NHK の朝の連ドラにも出演し大きな反響を呼ぶなど今注目度ナンバーワンのアイドルです。皆さんこんにちは、柳ゆりなです。生まれて初めての憧れのハワイにやってきました。イエーイ。見て、あれダイヤモンドヘッドです。私ハワイには憧れてて、理由がお父さんとお母さんの結婚式がハワイで行われたんですよ。なので私もその映像を見てずっと憧れてました。ということで今回は題してゆりなのやりたいこと全部やっちゃいますスペシャルです。イエーイ。今回はゆりなの元気いっぱいの姿とアクティブハワイをお楽しみください。バイ。まずゆりなちゃんがやってきたのはオアフ島東海岸にあるカネオヘ湾。ここの沖合に超絶景のスポットがあるということですが、オアフ島の超絶景スポットとはここサンドバー。潮の満ち引きにより沖合に出現する砂浜、干潮時には歩くこともできるヒーリングスポットです。ですけど、でもその前に私がハワイでどうしても行きたかったところがあって、それはじゃん、レナーズです。ここでマラサダを超食べたかったんですよ。地元の人や観光客に親しまれている老舗ベーカリーレナーズ。うわ、すごい混んでる。外まで並んでますよ。
マラサダ。ゆりなちゃんはお目当てのマラサダをオーダー。オリジナル2。マラサダ来た。やっとです。結構並びました。じゃじゃーん、あったかい。開けます。おお、すごい、めっちゃ頼んじゃった。マラサダとはポルトガル発祥の揚げパンのこと。揚げたてのマラサダのお味は果たして。あ、ふわふわすぎて取れない。おお、大きい。揚げた匂いが。それではいただきます。うまっ。おいしい。あ、こんなもちもちしてるんですね。中が私もっと空洞になってて、すぐ口の中でなくなるようなイメージだったんですけど、ぎっしり詰まってますね。なんだろう、げっつり来ない。げっつり。げっつり来ない。げっつりって言わない。げっつりとは新潟の一部の地域で満腹の状態という意味で使われているらしいのですが、ゆりなちゃんは確か大阪出身では。げっつり来ない。ガイドブックでね、いつも見てたんですよ。いつか食べたいなと思って。でハワイの特番とかでも絶対食べてるじゃないですか、みんな。そんな美味しいのと思ったんですけど、美味しい。これはこんなに並びますよね。げっつり来ないので何個でも食べられるマラサダ。初めてのマラサダに大満足のゆりなちゃんはサーファーに絶大な人気を誇るノースショアへ。ゆりなちゃんはノースショアにある古き良きハワイの雰囲気を残すハレイワの街へ。Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey.
Fly back home again while I'm sleeping.